今日は。若い頃から現在まで品のある美しい女優として知られている松原千恵子さん。最近の松原千恵子さんはテレビや映画でも活躍し、優しいお母さんというイメージを持たれていますが、一方で私生活については謎に包まれています。詳細な情報や私生活について公に知られていることは限られており、一般の人々にはあまり知られていないようです。松原千恵子さんはプライバシーを重んじ、公にはあまり出さないスタンスをとっている可能性があります。そのため松原千恵子さんの私生活については一部の人々にしか知られていないのが現状です。松原千恵子さんが謎に包まれている一方で、松原千恵子さんの演技や美しさに対する評価は高く、多くの人々に愛されています。今も健在でお綺麗な方ですが、昔は本当に可愛くて、個人的には大好きな顔立ちをされています。今回はそんな松原千恵子さんの経歴、結婚、子供、現在について紹介していきます。最後までぜひご視聴ください。松原千恵子さんは1945年1月6日に日本の愛知県名古屋市で生まれた役者です。松原千恵子さんは日本の映画会社である日活に入社しました。ちなみにですが、松原千恵子さんが女優になったきっかけはコンテストでした。松原千恵子さんは東京見物のコースで日活撮影所を訪れた際に日活からスカウトされたといいます。松原千恵子さんは好奇心からやってみたいと思いましたが、母親は相当心配したそうです。そんな母親の心配をよそに、松原千恵子さんは日活のミス16歳コンテストに参加し、見事10人の合格者のうちの一人となりました。上の姉の夫が東京出身だったため、東京の実家に下宿することになり、上京することになりました。松原千恵子さんは高校の1年の3学期に休学し、3ヶ月間で女優としてやっていけるめどが立たなければ戻ってくるという約束のもと上京しました。母親も最終的には渋々ながら送り出してくれたそうです。そして1961年1月公開の映画「夜の挑戦者」の端役で女優デビューを果たしました。松原千恵子さんは1961年にデビューしてからすぐにヒロインとして抜擢され、出演作品が急速に増えました。松原千恵子さんがデビューした年だけでも15本の映画が公開されました。上京してからわずか1年で松原千恵子さんは女優としての将来が見込まれるようになりました。そのため父親は撮影所の近くにある東京都調布市に2階建ての一軒家を建ててくれました。松原千恵子さんはお手伝いさんと2人でその家に住んでいました。松原千恵子さんは当時16歳で軽自動車の免許を取得し、父親からプレゼントされた軽自動車で高校に通学していたそうです。その後松原千恵子さんは1961年に日活に入社し、芸能界に入りました。松原千恵子さんは吉永小百合や泉雅子と共に日活3人娘として活躍しました。その後も1971年に日活を離れるまで多くの日活作品に出演し、活躍を続けました。松原千恵子さんは幅広い役柄を演じ、幅広い作品で視聴者に喜びを与えました。日活から離れた後は他の映画やテレビドラマにも多く出演し、視聴者の方を喜ばせる活躍をされました。そんな松原千恵子さんの私生活ですが、結婚したのは1972年で当時27歳でした。松原千恵子さんの夫はジャーナリストの黒木純一郎さんで、4歳年上です。2人は黒木純一郎さんが取材のために訪れた際に知り合い、食事を通じて親しくなり、交際が始まりました。周囲はなぜか分かりませんが猛反対したといいますが、2人は意思を貫き交際を3年経て結婚しました。新婚旅行では車で100日間かけて世界を走破する旅行をしました。この旅行はもともと黒木純一郎さんがシルクロードの本を出版するための取材旅行でしたが、松原千恵子さんも休みを取って同行しました。車は2台あり、カメラマンやスタッフも同行したといいます。カメラマンやスタッフも同行の新婚旅行は気が抜けなくて、旅行気分を味わえないような気がして少しかわいそうですね。その後松原千恵子さんは39歳の時に出産しました。松原千恵子さんは結婚されたのは27歳の時でしたが、実際の出産は39歳という年齢であり、高齢出産となりました。
松原千恵子さんは比較的遅い時期に子供を授かったことになります。高齢出産は一般的に妊娠や出産に関連したリスクが増えると言われていますが、松原千恵子さんは健康的に出産し、お母さんとしての新たな役割を受け入れました。出産後も引き続き映画やテレビドラマにも多く出演しました。特に TBS のドラマ時間ですよへの出演では大きな注目を集めました。このドラマは時間をテーマにしたコメディドラマであり、視聴者から大きな注目を集めました。松原千恵子さんはこのドラマで主要な役を演じており、松原千恵子さんの演技が大いに評価されています。松原千恵子さんの存在感とコミカルな演技は視聴者に喜びと笑いを届けています。時間ですよは日常の出来事や人間関係をユーモラスに描きながら、時間の重要性や人生の瞬間を考えさせるメッセージを伝えています。松原千恵子さんはそのストーリーの中で自身の役柄にぴったりと寄り添い、魅力的なキャラクターを演じきっています。このドラマは視聴者にとって楽しく心温まる時間を提供し、松原千恵子さんの存在が作品に一層の魅力を与えています。松原千恵子さんの出演により、時間ですよは多くの人々に愛され長く親しまれる作品となっています。そして松原千恵子さんは2016年に公開された映画ゆずのはゆれてで素晴らしい演技を披露し、その成果が認められ、同作品で第1回ソチ国際映画祭の主演女優賞を受賞しました。この受賞は松原千恵子さんの才能と演技力が国際的にも高く評価された証です。ゆずのはゆれては松原千恵子さんにとっての重要な作品であり、その役柄に魂を込めて演じたことが称賛されました。松原千恵子さんの長いキャリアの中でもこの受賞は特筆すべき出来事であり、松原千恵子さんの演技の優れた質を世界に示す素晴らしい成果となりました。そんな大女優の松原千恵子さんは年を重ねるごとに周りをよく観察して先輩女優としていろいろと心がけていることがあります。松原千恵子さんは自然な感情表現を大切にし、役に入り込むことを重視しています。現場では若い役者に気さくに声をかけ、なるべく親交を深めるように努めています。先輩から声かけのアプローチをかけてくれると本当に助かりますし、ありがたいですね。また健康を最優先に考え、1日30品目を目標にバランスの良い食事をとることと適度な運動に気を使っています。運動面では目標として1日何歩歩くという具体的な数値を設けず、自然な気分で散歩に出かけることを好んでいるそうです。突然思い立った時にスタッフを誘い、一緒に散歩することで運動を楽しんでいます。自分自身を無理に追い込まず、楽しくおおらかなスタンスで適度な運動を取り入れていると言えますね。楽しそうで本当いいですね。松原千恵子さんは楽しくおおらかな心で仕事に取り組み、無理をせずに健康を保つことを大切にしています。松原千恵子さんの何事にも楽しむスタンスは非常に共感が持てます。松原千恵子さんが今幸せを感じる瞬間は、家族や仲間たちと元気に食卓を囲みながら過ごす時だそうです。何気ない会話や食事の時間が心とお腹を満たし、充実感であふれさせてくれます。この幸せな気持ちを持ちながら明日の仕事に向かえる毎日がとても充実しているそうです。このように現在も大きな病気にはならずに健康で過ごされています。今後もいつまでもお綺麗で日々楽しんでいる松原千恵子さんをテレビや映画で見られると嬉しいですね。今回は松原千恵子さんの経歴や現在の様子、結婚、子供、離婚などについて紹介してきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。